それでは女子段違い平行棒からご紹介しましょう。今日この日で、現役引退というソビエトのユルチェンコ選手ですが、まあ、かつては世界選手権のチャンピオン、それから神戸ユニバーシアードのチャンピオンとね、このユルチェンコ、日本でも同じの選手ですかね。そうですね、彼女のファンはとっても多いですね。はい、21歳になりましたソビエトのナタリア・ユルチェンコです。トカチェフからフェルチェフ長官の連続技ですね。ちょっと膝が曲がってしまいましたけども、21歳の大学生、やはりあの来日するたびにこう感じが違ってきますね、このユルチェンコ選手ね。確かにピークの時よりは技は落としてますけども、よくここまで頑張ったと思います。最後フィニッシュは1回ひねりです。もう一度離れ技の部分を見てみましょう。これが開脚背面飛び越しですね、トカチェフですね、はい、それからすぐにデルチェフ宙返り、はい、